捨て後、芥川龍之介。浅草の長住町に新行寺という寺がありますが、いえ、大きな寺じゃありません。ただ、日露商人の五木像があるとかいう、相応に由緒のある寺だそうです。その寺の門前に、明治22年の秋、男の子が一人捨ててありました。 それがまた、生まれ年はもちろん、名前を書いた紙もついていない。何でも、古い木八条の一つみにくるんだまま、尾の切れた女の草履を枕に、捨ててあったということです。当時、新行寺の住職は、田村日荘という老人でしたが、ちょうど朝のお勤めをしていると、これも、いい年をした門番が、捨て子のあったことを知らせに来たそうです。 すると、仏前に向かっていたおしょうは、ほとんど門番の方も振り返らずに、そうか、では、こちらへ抱いてくるがいい、と、さもこともなげに答えました。のみならず、門番が、こわごわその子を抱いてくると、すぐに自分が受け取りながら、おお、これはかわいい子だ。泣くな、泣くな。今日から俺が養ってやるわ、と、 気軽そうにあやし始めるのです。この時のことは、後になっても、おしうびいきの門番が、敷みや線香を売る片手間によく参景人へ話しました。ご承知かもしれませんが、日葬おうという人は、元深川の盛んだったのが、十九の年に足場から落ちて、一時正気を失った後、 急に母大心を起こしたとかいう伝謀肌の奇人だったのです。それから、お生はこの捨て子に、ゆうのすけという名をつけて、我が子のように育て始めました。が、何しろご維新以来、女気のない寺ですから、育てると言ったにしたところが、容易なことじゃありません。森をするのから牛乳の世話まで、お生自身が、監禁の暇には、 面倒を見るという始末なのです。何でも一度なぞは、夕之助が風か何か引いていたとき、折り悪く、貸しの西立という横断火の法事があったそうですが、日葬将は、衣の胸に熱の高い子供を抱いたまま、水晶の年次を片手にかけて、いつもの通り平然と度胸を済ませたとかいうことでした。しかし、 そのまも、できることなら、生みの親に合わせてやりたいというのが、豪傑じみていても、情に脆い、日葬和尚の腹だったのでしょう。和尚は、説教の座へ登ることがあると、今でも言ってご覧になれば、新行寺の前の柱には、説教、毎月16日という古い札が下がっていますが、時々和漢の古事を引いて、 親子の恩愛を忘れぬことが、すなわち、仏恩をも報ずるゆえんだ、と年頃に話して聞かせたそうです。が、説教日はたびたび巡ってきても、誰一人、進んで、捨て子の親だと名乗って出るものは見当たりません。いや、ゆうのすけが三歳の時、たった一遍、親だというおしろいやけのした女が訪ねてきたことがありました。 しかし、これは、捨て子を種に、悪事でも企むつもりだったのでしょう。よくよく問いただしてみると、疑わしいことばかりでしたから、完璧の強い日ッ王将は、ほとんど腕力を振るわないばかりに、散々毒舌を加えた挙げく、即座に追い払ってしまいました。すると、明治27年の冬、世間は、 日清戦争の噂に湧き返っている時でしたが、やはり16日の説教日に、おしが栗から帰ってくると、品のいい3 4後の女が、しとやかに後を追ってきました。栗には、釜をかけたいろりのそばに、ゆ之のがみかんを向いている。その姿を一目見るが早いか、女は何のとっつきもなく、和尚の前へ手をついて、 震える声を抑えながら、私はこの子の母親でございますが、と思い切ったように言ったそうです。これにはさすがの日葬和尚もしばらくはあっけに取られたまま挨拶の言葉さえ出ませんでした。が、女は和尚にとんじゃくなく、じっと畳を見つめながら、ほとんど暗唱でもしているように、と言って心の激動は、 体中に現れているのですが、今日までの養育の例をいちいち丁寧に述べ出すのです。それがややしばらく続いた後、おしょうはしゅぼねの中継をあげて、女の言葉を遮りながら、まず、この子を捨てた訳を話して聞かすように促しました。すると、女は相変わらず畳へ目を落としたまま、 こういう話を始めたそうです。ちょうど今から5年以前、女の夫は浅草田原町に米屋の店を開いていましたが、株に手を出したばっかりに、とうとう加算を当人して、夜逃げ同様、横浜へ落ちていくことになりました。が、こうなると、足でまといなのは、生まれたばかりの男の子です。しかも、あいにく、 女には父がまるでなかったものですから、いよいよ東京を立ち抜こうという晩、夫婦は新行寺の門前へ、泣く泣くその赤子を捨てて行きました。それから、わずかのしるべを頼りに、汽車にも乗らず横浜へ行くと、夫はある運送屋へ奉公し、女はある糸屋の下女になって、二年ばかり二人とも一生懸命に働いたそうです。 そのうちに運が向いてきたのか、三年目の夏には、運送屋の主人が、夫の正直に働くのを見込んで、その頃、ようやく開け出した本目編の表通りへ、小さな視点を出させてくれました。同時に、女も奉公をやめて、夫と一緒になったことは、元より言うまでもありますまい。視点は、 相当に繁盛しました。その上、また年が変わると、今度も丈夫そうな男の子が、夫婦の間に生まれました。もちろん、悲惨な捨て子の記憶は、この間も、夫婦の心の底に、わだかまっていたのに違いありません。ことに、女は赤子の口へ乏しい父を注ぐたびに、必ず、東京を立ちのいた晩が、はっきりと思い出されたそうです。 しかし、店は忙しい。子供も日に待ち大きくなる。銀行にも多少は預金ができた。というような始末でしたから、ともかくも夫婦は久しぶりに幸せな家庭の生活を送ることだけはできたのです。が、そういう幸運が続いたのも長い間のことじゃありません。やっと笑うこともあるようになったと思うと、 27年の春、夫はチブスにかかったなり、一週間とはとこにつかず、ころりと死んでしまいました。それだけならば、まだ女も諦めようがあったのでしょうが、どうしても思い切れないことには、せっかく生まれた子供までが、夫の百花日も明けないうちに、突然駅りで亡くなったことです。女は、その当座、 昼も夜も気違いのように泣き続けました。いや、当座ばかりじゃありません。それ以来、かれこれ半年ばかりは、ほとんど方針同様な月さえ送らなければならなかったのです。その悲しみが薄らいだとき、まず女の心に浮かんだのは、捨てた長男に会うことです。もし、あの子が達者だったら、 どんなに苦しいことがあっても手元へ引き取って養育したい。そう思うと矢も盾もたまらないような気がしたのでしょう。女はすぐさま汽車に乗って懐かしい東京へ着くが早いか懐かしい新行寺の門前へやってきました。それがまたちょうど十六日の説教日の午前だったのです。女は早速栗へ行って 誰かに子供の消息を尋ねたいと思いました。しかし、説教が済まないうちは、もちろんお生にも会われますまい。そこで、女はいらだたしいながらも、本堂いっぱいに詰めかけた大勢の全男全女に混じって、日宋お生の説教に、上の空の耳を貸していました。というよりも、実際は、その説教が終わるのを待っていたのに過ぎないのです。 ところが、おしょうは、その日もまた、蓮華夫人じが、五百人の子とめぐりあった話を引いて、親子の恩愛がたっといことを、親切にといて聞かせました。蓮華夫人じが、五百の卵を産む。その卵が川に流されて、隣国の王に育てられる。卵から生まれた五百人の力士は、 母とも知らないレンゲ夫人の城を攻めに向かってくる。レンゲ夫人はそれを聞くと、城の上の高殿に登って、私はお前たち五百人の母だ。その証拠はここにある。という。そうして父を出しながら、美しい手に絞ってみせる。父は五百筋の泉のように、高い老状の夫人の胸から、 500人の力士の口へ一人も漏れず注がれる。そういう天竺のグーイタンは聞くともなく説教を聞いていたこの不幸な女の心に異常な感動を与えました。だからこそ女は説教が済むと目に涙を溜めたまま廊下伝いに本堂からすぐに栗へ急いできたのです。 一切を聞き終わった日葬和尚は、いろりのそばにいたゆ之のを招いて、顔も知らない母親に5年ぶりの対面をさせました。女の言葉が嘘でないことは、自然と和尚にも分かったのでしょう。女がゆ之のを抱き上げて、しばらく泣き声をこらえていたときには、合法活達な和尚の目にも、いつか微笑みを伴った涙が、 まつ毛の下に輝いていました。その後のことは言わずとも大抵お察しがつくでしょう。雄之助は母親に連れられて横浜の家へ帰りました。女は夫や子供の死後、情け深い運送や主人夫婦のすすめ通り、達者な針仕事を人に教えて、つつましいながらも苦しくない生計を立てていたのです。 客は長い話を終わると、膝の前の茶碗を取り上げた。が、それに唇は当てず、私の顔へ目をやって、静かに子を付け加えた。その捨て子が私です。私は黙ってうなずきながら、湯冷ましの湯を急須に継いだ。この可憐な捨て子の話が、客、松原雄之助くんの 幼年時代の身の上話だということは、初対面の私にも、とうに推測がついていたのであった。しばらく沈黙が続いた後、私は客に言葉をかけた。おっかさんは、今でも丈夫ですかすると意外な答えがあった。いえ、おととし亡くなりました。しかし、 今お話しした女は私の母じゃなかったのです。客は私の驚きを見ると目だけにちらりと微笑みを浮かべた。夫が浅草俵町に米屋を出していたということや横浜へ行って苦労したということはもちろん嘘じゃありません。が捨て子をしたということは嘘だったことが後に知れました。 ちょうど母が亡くなる前年、店の商用を抱えた私は、ご承知の通り、私の店は面紙の方をやっていますから、新潟界隈へを回って歩きましたが、その時、田原町の母の家の隣に住んでいた袋物屋と、一つ汽車に乗り合わせたのです。それが、とわす語りに話したところでは、母は、 当時女の子を産んで、その子がまた店をしまう前に死んでしまったとかいうことでした。それから横浜へ帰って後、早速母に知れないように戸籍投本を取ってみると、なるほど、袋物屋の言葉通り、田原町にいた時に生まれたのは女の子に違いありません。しかも、生後三月目に死んでしまっているのです。 母は、どういう良犬か、子でもない私を養うために、捨て子の嘘をついたのでした。そうして、その後二十年余りは、ほとんど寝食さえ忘れるくらい、私に尽くしてくれたのでした。どういう良犬か。それは、私も今日までには、何度考えてみたかわかりません。が、 事実は知れないまでも一番最もらしく思われる理由は、日葬和尚の説教が夫役に遅れた母の心へ異常な感動を与えたことです。母はその説教を聞いているうちに、私の知らない母の役を務める気になったのじゃありますまいか。私が寺に拾われていることは当時、 説教を聞きに来ていた参景人からでも教わったのでしょう。あるいは寺の門番が話して聞かせたかもしれません。客はちょいと口をつぐむと考え深そうな目をしながら思い出したように茶をすすった。そうしてあなたがこでないということは、こでないことを知ったということは、おっかさんにも話したのですか 私は尋ねずにはいられなかった。い,いえ、それは話しません。私の方から言い出すのは、あまり母に残酷ですから。母も死ぬまで、そのことは一言も私に話しませんでした。やはり話すことは、私にも残酷だと思っていたのでしょう。実際、私の母に対する情も、 子でないことを知った後、一点下を期したのは事実です。というのはどういう意味ですか私はじっと客の目を見た。前よりも一層懐かしく思うようになったのです。その秘密を知って以来、母は捨て子の私には母以上の人間になりましたから。 客はしんみりと返事をした。あたかも彼自身、子以上の人間だったことも知らないように。